こんばんは、鈴木です。今回は、かくれんぼ世界一ですね。まあ、K1 グランプリをパクって、まあ、かくれんぼ1グランプリです。ということで、まあ、この参加者募集のお知らせをやってみようと思います。で、概要はこちらですね。まあ、K1 かくれんぼ世界一決定ですね。で、まあ、今日ですね、10月27日の23時からと。で、ルーラー縄張りで、まあ、トーナメント戦16人です。まあ、これちょっと普通のかくれんぼと違うのは、かくれんぼは逃げ側が4人いるんですけど、逃げ側の4人のうち、まあ、2人が捕まった時点で終了で、残った2人が次に進出ということですね。で、捕まらない場合もあると思うんですけど、捕まらなかった場合は、より塗った方が勝ちですね。まあ、要は、隠れてるだけだと、その逃げ切っても、進出できないということで、まあ、最後、焼けクソで塗るとか、そういうことが必要になってきますね。ただ、決勝は1人ですね。決勝は1人決まるまでやるんで、多分ね、決勝はね、逃げ切る人数複数出るんで、まあ、塗りも重要になってくるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、逃げが2人、まあ、最初30、まあ、普通の鬼ごっこと同じく、最初30秒は逃げが塗って、鬼が待機と。残りに行く30秒で鬼が逃げを捕まえに行くと。で、逃げが2人捕まえ、これはさっき言いました、ね。で、捕まったらリスポンシーで待機と。で、時間いっぱいで、まあ、塗り切ったら、まあ、塗り1ポイント回避、2人が出すということ。で、まあ、禁止事項は鬼は不利攻撃ですね。不利攻撃は残り30秒まで禁止ですね。で、サブとスペシャルも禁止ですね。サブとスペシャルはいつも禁止ですね。で、逃げはパブロなんですけど、まあ、禁止事項は鬼を倒す。まあ、鬼に攻撃当てるのはいい。まあ、今回塗らないといけないんで、まあ、塗ってる最中でどうしても当たってしまうことがあるんで。で、イカ忍者とスパジャン。で、壁に2秒以上だけ。壁とかやったら倒せないんで、それは禁止と。鬼が来ないリスポーン地点にとどまるの禁止と。いうのはちょっとこれ画面をちょっと押しましょうか。まあ、最初これまあ、戻ります。戻ってこれ少しありますか。相手があってここは当然来れないんで、まあ、ここにいるのは当然禁止と。まあ、降りなきゃいけないんですけど、まあ、最初の15秒だけはまあ、塗るためにいて OK ですね。15秒経ってまだ上に残ってるやつがいたらちょっとコメント欄とかでちょっとあいつ残ってるぞみたいな感じで書いていただければありがたいなと思いますね。で、15秒経ったらこういうふうに降りないといけない。まあ、ステージによってはなんかスポンジとかあって、まあ、登れるのがあると思うんですけど、それ使っちゃダメということで、まあ、そこは一応ね OK にしちゃうと鬼ごっこできなくなっちゃうんで、一応ちょっとルールの根幹にかかるところなんで、ちょっと皆さんご協力お願いしますというところですね。まあ、鬼側の人は、なんか誰か捕まえたら、誰々やりとか、なんか誰々倒したとか、そんな感じでコメント書いていただいて、まあ、2人倒したら、まあ、終わりという感じですね。で、参加したい方は、この動画のコメント欄の方に、まあ、スプラトゥーンの名前と、探したいですというふうに書いていただければありがたいです。というわけで、よろしくお願いします。ではでは。